サーフィン用ウェットスーツの例、潜水用ドライスーツの例、保護スーツは、スクーバダイビング、サーフィン、ウィンドサーフィン、ヨット、釣り、水上オートバイ等のウォータースポーツ、あるいは、水中土木、レスキューサルベージ、海上建築物上での作業等の職業的な、水中、水上活動において、体を体温損失や外傷、有害生物等から保護するために用いられる、衣服である。 特に水上活動においては、着用によりある程度の浮力を確保できることから、安全性が向上する意義もある。着用者の体が水に濡れるウェットスーツと水に濡れないドライスーツの2種に対別される。前者は、主として水温が比較的高い場合、後者は、主として水温が比較的低い場合に着用される。日本では、水温が低い時期に水泳。 遊泳することが少ないため、これらの活動で保護スーツを着用することはあまりないが、トライアスロンなどの競技者や夏でも水温が低い北欧等の地域では、これらの活動に際してもウェットスーツを着用することがある。ありがとうございます。